はい、2021年10月18日ですね、移住者の本棚と題してですね、私が持っている、主にそのまま移住だとかね、そういうものに関係するであろう本の紹介をさせていただいております。そうですね、今日はですね、これですね、発展する地域、衰退する地域っていう名前になってますけどね、これジェイコブズという人の本ですね。これもだいぶ前回ね、年収は住むところで決まるっていうね、本を紹介しましたけど、あれもちょっと古い本でしたけど、これはもっと、さらに古いですね。言うならば、地域活性化の古典書と言いますかね、古典っていうとちょっとね、言い過ぎかもしれないですけど、1986年の本なんでね。でも現在の地域活性化と呼ばれるものの元ネタになった本だと思ってもらえばいいんじゃないかなということですね。まずね、これジェイコブズという人、この本の話ですね。これ発展する地域、衰退する地域っていう、名前ついてて、今ね、これ Amazon の画面も出してますけれども、これ元々はですね、これね、都市の経済学っていう本でですね、出ている出して1986年にこれが出版されまして、それの文庫本化されたものですね。これが2012年に発売されたということになってます。でですね、こので著者ね、ジェイコブズという人ですけど、この人ジャーナリストって言い方が正しいのだと思いますけれども、これ今表示したね、このアメリカ大都市の死と生という本ですね。この本でね、アメリカで、ニューヨークの話ですかね。ここにね、都市論のバイブルなんて書いてましたけども、こう書いてますが、この本で、とても注目を浴びた方っていう方でいいんですかね。ね、その方の書籍の第2作目って話ですね。ちょっとアメリカ大都市の死と生の話は、今回は、しませんけれども、ここで一躍有名になった方の、第2作ということになりますね。で、これもう内容は、何かといえば、要するにあれです、発展する地域と衰退する地域がどう違うのかというような話が、書かれているわけですけれども、さっきこれ、古典みたいなもので、現状の地域活性化のベースになってますって言い方しましたけれども、逆に言うと、やっぱりちょっとね、僕も今改めてちらほら、見ましたけど、やっぱりちょっとね、古いですよね。現状のグローバリゼーションのね、流れ以前ですからね、もう35年ぐらい前ってことですか、これ。こっちしておきましょうかね。1986年でしたっけ ?84 年でしたっけね。だと、そういう本なんでね、やっぱりどうしても古さは否めないんですよね。ただし、要するに現状の地域活性化の元ネタになっていて、この辺が古いみたいなことも合わせて読めば、何ですかね、現状の地域活性化が見えてくるという気がしますよね。これね、里山資本主義って本が、こういうね、移住者みたいなものにね、ブームってほどブームになってないと思いますけれども、傾向にね、若干こう、追い風を与えた本としてね、有名な本ですけれども、この本は2013年ですか、出たのね、さっきちょっと確認したんですけど、2013年の9月ですよね。この文庫本が出た1年後ぐらいの話で、この本もね、やっぱりこのジェイコブズの内容に、ある程度影響を受けてるんだろうなと思うような内容になってます。と、この本、いろいろ書いてますけども、特に印象的なのはですね、輸入地間と呼ばれるものですね、この本の中でね。あとね、輸入代替という書き方もしてるんですかね。要するに何かというと、要するに外から取り入れてるものを、自分たちの手で、生産することによって、地域の活力、要するに経済発展、活力にしていこうって話なんですよね。だから里山資本主義は僕中身よく知らないですけど、確かあれですよね、木質バイオマスとかその辺を流行らせた本ですよね。代替エネルギーみたいなものを自分たちのところで、使って賄っていって、生活のベースにしようみたいなね、なんかそういう本だったと思いますけども、それも言うならば輸入地間っていう話ですよね。
で、あの地産地消って言葉ありますけどもね、まあまああれもある意味輸入地産みたいなものというかね、要するにあの農産物ね、あのに始まるような材料が、外に出ていって、そこで加工されて、地元のスーパーに戻ってきて、それを、地元の人が購入するみたいなんじゃなくて、自分たちの中で、ね、動かしてやっていきましょうみたいな話ですね。ということですね。まあこれ出た頃に関しては、まあまあであんまりこうね、数字を止まらない議論だったりはするので、まあまあ前つばものだと思うような話も含みつつは、まあ資産に富んだ本ではあったと思います、特に当時は。で現状ですね、これをね古いという話をしている、その理由の一つには、要するにここの中身に書かれているものが、要するに地方創生みたいなものの、理屈に利用されて、要するにそれが補助金となって、地方に配布されているみたいな流れっていうんですかね。やっぱりこの中には要するにまあ、ここでは、補助金という書き方はしてないですけれども、まあ、交付金とか書いてあったかな、なんですけれども、まあ、結局、その、ここに書かれている内容が、その、国の施策、自治体として自治体に、配られて、まあ、それをみんながやっていくっていうような流れですか。まあまあ、最近ちょっと、廃れ気味なのかもしれないですけれども、まあ、僕が来た、からちょっと先の頃はですね、まあ6次産業化と呼ばれるやつですね、自分たちで生産したものを自分たちで加工する、でそれですね、農作物に自分たちの、地域の名前をくっつけて6次産業化によって加工をして、それを、ゆるキャラに、アピールさせて B1 グランプリあでしたっけ、あのグルメね、地方グルメ B 級グランプリかの、違うか、B1 グランプリじゃなくて、それの地方版でしたっけ、ごめんなさい、ちょっと忘れちゃいましたね。まあまあ、そういうね、食品のグランプリで優勝してみたいなね、全国でみんなが同じことをやっているということですね。要するに何ですか、その土地土地のものを生かして、個性的にやっているようで、実はみんな同じことをやっているみたいなね、本末転倒な話になっちゃってるんですけどもね、要するにまあまあそういう、逆に言うとね、なんかそういうものを肯定するために使われる本になりがち、なるんじゃないかとかね、ちょっと今ね、喋りながら思ったりしたんですけども、まあそういうところも見えてきたりとか、まあそういうここにな内容がさっき言ったように補助金化されて本末転倒になっていたとかですね、まあそういうことも含めてですね、読んでいただけると、まあまあ面白いんじゃないかなと思います。まあこれ僕は本当にもう飾り用としてね、まあ買ったようなことですけれどもね、こうまあ田舎で何しようかみたいなことを考えたときにね、まあまあ、まあまあ、まあでも、なんですか。古いからといって、この中身今な、意味ありませんみたいな話ではなくて、いろいろ資産に富んだ話は含んでいるし、まあまあ、要するに頭の中で描くベースとして、まあこういうね、ものが描けるっていうのはですね、非常に新しい取り組みをやるときには強いと思いますんでね、一度ね、手に取ってみてはいかがかなと思います。これ文庫本のくせに1500円もしてですね、まあ今更これを買ったらとも思いませんが、まあこれも図書館にはね、多分ある程度あると思うんですよね。こっちの、都市の経済学という本も含めて。ね、まあどういうことが書かれているかっていうのを一回見ておくのにはいい本かなということですね。まあまあ、ここ、昔、こういう、ね、トラディショナルな考え方があって、じゃあ、今ね、グローバルとか、デジタルトランスフォーメーションというんですか、まあまあ IT が発展してきてみたいなところで、じゃあ何やっていくんだ、ね、そういう考察をしていただければいいんじゃないかななんて個人的には思いますね。ということで、ですね、このジェイコブスの発展する地域、衰退する地域という本をですね、紹介させていただきました。どうもありがとうございました。